ジャイプルのジャンタルマンタルチズジャンタルマンタルは、インドムガル帝国時代の18世紀前半にジャイプル、反王国のジャイシング2世が、インド北部の5カ所に建設した大型の人形及び、天体観測施設である。そのうち、ジャイプルにあるジャンタルマンタルが一番大型で、世界遺産になっている。インドムガル帝国時代の18世紀前半にジャイプル、藩王国の君主である、ジャイシング世は、 優れた政治家だっただけでなく、科学者、改革者でもあった。彼は1727年に王国の首都アンウェールからジャイプルエセンとして、そこに巨大な人形を含む天体観測施設を建設した。名称の由来は、ジャンタルがサンスクリット語のヤントラで、機器、機械の意味で、マンタルが同じくマントラなで、参考にする、計測する、ジャンタルマンタルで、 計測する危機の意味である。こうしたジャンタルマンタルは全部でか5箇所に建設された。これら5箇所あったジャンタルマンタルのうちで、ジャイプルのものが最大で、2010年にユネスコの世界遺産へ登録されている。ありがとうございます。